高校生の俺、田中優斗のクラスにはお嬢様がいる。天に歩み、父親が会社の社長であり、一人娘である彼女はとんでもなく裕福だ。所持品はブランド品ばかり、高貴な雰囲気を漂わせていた。そんな天木さんは庶民である俺たちクラスメートに対しては上から目線だった。あなたたち今日も相変わらずわびしいお弁当を食べていますのね。見なさい私のお弁当を。お抱えのシェフが作った超豪華な料理ばかりですわ。おいしそうでしょう。一口食べさせてあげないこともありませんことよ。うわ、天木さんのお弁当おいしい。手が込みすぎてて料理の名前とかはわかんないけど、おいしいってことだけはわかる。さすがお金持ちだね。毎日こんないいものばっかり食べてたら太りそうだけど、スタイルいいし。そうでしょ、すごいでしょ。もっと褒めなさいな。うわ、また今回の小テスト点数悪かった。天木さんお願いします、勉強教えて。まったく仕方ありませんわね。庶民を導くのも貴族の役目。現役東大生の家庭教師がついている私が教えて差し上げますことよ。天木さん、放課後みんなでカラオケ行くんだけど一緒に行かない？天木さんが歌ってるの聞きたいし、ワイワイするの楽しいよたまには庶民との交流も悪くないわね。いいですわ、あなた方に付き合ってあげますことよ。田中くん、あなたさっきからずっと何をしているの？ああ、投資をしてるんだ。未成年でも口座が取れるし、スマホがあればできる。あら、てっきり友達がいないからスマホをいじっているのかと思っていましたわ。ぐ、それもないとは言えない。ちょうどよかったわ、あなたもカラオケに来なさい。え、そりゃまたどうして。というか俺は別に誘われてないんだが。一人増えるのも二人増えるのも同じことでしょ。心機臭い顔で仕事ばかりしていないで、たまには息抜きしなさいな。結局天木に逆らいきれずにカラオケに同行することに。クラスメートたちとまともに話すのは初めてだった。俺が踏み込めないでいると天木が間をつないでくれた。おかげで帰る頃にはだいぶ打ち解けることができた。その日の夜、寝る前にネットを見た俺は驚いた。天木の父親が経営する会社が不祥事を起こし、経営危機に陥ったと書かれていたからだ。このままだと会社ごと潰れてしまうかもしれない。そしてそれはほとんど確実のようだった。会社が倒産するかもしれないとなり、天木は魂が抜けたようになっていた。身につけていたブランド品は全てなくなってしまい、シェフの作ってくれたお弁当は日の丸弁当になっていた。なんてみすぼらしい。まさかこの私がここまで落ちぶれてしまうなんて。白米だけでは味気がなさすぎますわ。天木さん、うちらのおかず分けてあげる。これうちのお母さんが作った卵焼き、おいしいよ。それなら私は唐揚げを分けてあげるね。あなたたち本当にいいんですの？うん、これまで私たちは天木さんのお弁当を散々分けてもらったし、勉強も教えてもらったしね。困った時は助け合いってことで。まあ庶民の料理が口に合うかは分かんないけど。仕方ありませんわね、庶民の行為を無下にするわけにもいきませんし、食べてあげますわ。どう天木さん、口に合う？ままあですわね。その割にはがっついてない？ご飯かき込んでるし。気のせいですわ。別にこの唐揚げのニンニク醤油がお米ととても合うなどとは思っておりませんわ。天木さん、やっぱり元気なかったね。いつも賑やかなあの子が静かだとうちらも調子出ないよね。確かにそれは俺も思った。あいつはうるさいけれどクラスのムードメーカーなのだった。仕方ないな。後日。田中くん、あなた一体どういうつもりなんですの？何のことだ？しらばっくれても無駄ですわよ。私のお父様の会社が経営を持ち直したことは存じているでしょ。そうらしいな、よかったじゃないか。お父様から聞きましたわ。傾いた会社を助けてくれたのは田中くん、あなただと。投資家として資金を融資してくれたのでしょ。ああそうだ。なぜそんなことを？うちの会社を助けてくれる人は誰もいなかったのに。俺は天木に助けてもらったからな。あの日カラオケに誘ってくれたおかげでクラスの連中と打ち解けることができた。クラスのみんなだってそうだ。天木に助けてもらっていたからこそ今の天木を助けたいと思ってる。全部なくしたと思っても君がみんなにしてあげたことはなくならない。そうでしたの。あなたたち庶民にしては殊勝な心がけですことね。褒めて差し上げますわ。天木、もしかして泣いてるのか？バカを言わないでくださいまし。泣いていませんことよ。皆さんごきげんよう。今日もしみったれた顔をしてますわね。私の高貴な姿を見ることで元気を出しなさい。おお、天木さん完全復活だね。俺の融資によって天木の父親の会社の経営は立ち直り、天木も元の調子を取り戻した。田中くん、貴族は決してもらった施しは忘れませんことよ。この恩いつか必ず返してあげるから覚悟しておきなさい。ああ、せいぜい楽しみにしておくよ。貴族を自称する彼女の姓が庶民のものになるのはもう少し先の話だ。